バロンドールドリームチームは2020年にフランスのサッカー専門誌フランスフットボールが発表したサッカー選手の歴代ベストイレブンであるフランスフットボールは新型コロナウイルス感染症の影響により例年通り試合が行われていないことから2020年の世界年間最優秀選手に贈るバロンドールを中止したその代わりに 過去のレジェンドたちを含む歴代ベストイレブンを選出し、バロンドールドリームチームとして発表した。ベストイレブンは3から4から3のフォーメーションで、世界各国のジャーナリスト140人による投票によって選出された。歴代ベストイレブンに次ぐセカンドチームとサードチームも同時に発表した。フランスフットボールは2020年10月、各ポジション別に、 計110人の候補者を発表した。国籍別では20人のブラジルが最多。太字は2020年12月に選出されたベストイレブンの選手。結果は以下の通りになった。レフヤシン結果は以下の通りになった。カフー結果は以下の通りになった。フランツベッケンバウアー結果は以下の通りになった。パオロマルディーニ結果は以下の通りになった。 シャビローター・マテウス結果は以下の通りになった。ペレディ・ホマラドーナ結果は以下の通りになった。リオネル・メッシュ結果は以下の通りになった。ロナウド結果は以下の通りになった。クリスティアーノ・ロナウド・バロンドール・ドリームチームは以下の通りである。ありがとうございます。